皆さんこんにちは、室長です。いや、お盆過ぎればと思って耐え忍んできましたけど、お盆過ぎても暑いもんは暑いですね。昨日なんかは酒飲んで酔っ払ったまま、まあその食器とか洗う元気もなかったんでそのまま寝たんですけど、朝起きて、ああ子供のご飯作る前に皿洗いしなきゃなと思って寝ぼけたまま、あのスポンジに歯磨き粉をブシュってやって、でゴシゴシした後に何やってんだ俺って思って、起きるぐらい、ちょっと疲れてますね。ちょっとそれはいいんですけども、あの今月は、8月、強化月間と称して、ニコイ123便の件の動画を、上げまくろうと思ってはいるんですけども、まあ、いかんせんもうすでに手元にデータだったりいろんな資料なんかは持ってはいるんですけども、何より一番動画編集に時間がかかるんですね。一つ前の、群馬県警察移管についての動画も手元に資料があるのに動画の編集がなかなか進まないということで、結構、まあ、制作に1週間以上かかってしまいましたかね。あの日本の黒い霧ブログの管理人さんも、YouTube のチャンネルを持ってて、以前はいくつか動画を上げてましたけど、お会いした時に聞いたらやっぱり、情報発信する効率が非常に悪いということで、動画による情報発信というのは、今のところ一旦ストップしてるみたいですね。で考えたんですよ、まあ、その動画の編集が、大変だということで、今回は、動画の、編集をほとんどせずに済むように、考えて、このようなセットで動画を配信しております。で今日の議題は垂直尾翼の残骸についてです。で日航123便墜落の真相を明らかにする会という会がありまして、まあ青山透子さんを筆頭として、活動されている、会なんですけども、そのスローガンがですね、相模湾から日航123便の機体残骸を引き上げて墜落原因を解明せよということで、まあ、この会の名誉を傷つけることはしたくないですし、すごく高尚な、理念のもとされていると思うんですけども、ただですね、この我々調査官の中では、いや相模湾に機体の残骸はないだろうという、共通認識でいておりまして、いや我々って誰なんだよって突っ込まれそうですけども、まあ、そんな野暮な質問はちょっとお控えください。まあ簡単に言ったら一般常識を持つ、この件を考察する人、ということですかね。まあこんな小学生でも分かることだと思うんですけども、意外とそうでもないというか、この回だったり、他のですね、この123便の件を追及している人たちの動画のコメントとかにも、いや相模湾の、海底に沈む機体の残骸を引き上げろとか、すごいそういう声があると思うんですけど、まあ、我々の間ではそれが当たり前のような認識かと思ったんですけども、皆さん事故帳に書いてあることを普通に信じてらっしゃる方が多すぎて、ちょっともう驚きを隠せないんですけども、どういうことなのか実際目で見てもらった方が分かりやすいと思うんで、まあ、ちょっと実験しながら緩い感じでちょっと、論破していきたいと思います。で、今日はねこんないつもと、違う風景というか、感じなんですけども、まあ、セットとしてね、こういうものを用意してます。でちょっとね実験をするので、まあ、いくつか準備しながら、やっていきたいと思います。まずねタオルを敷きましょうか。で、水をこの、洗面器に入れます。で、まあ、私は材料工学とかに、本当に精通しているというわけではないんですけども、金属加工の現場にいたこともあって、皆さんよりもちょっとだけ知っていることがあったりすると思うんですけども、航空機の、機体、なんか虫入ってるわ、機体というものは、ボーイング747に関しては A7075 という、まあ、超超ジュラルミンという金属で、主にできています。これはですね簡単に言ったらアルミなんですよ。アルミの合金、とても軽くて、丈夫だということで、飛行機の機体なんかに使われていることが多いです。まあ、言ってもアルミなんでね、アルミといえば、皆さんがねお使いになるこれ一円玉ですけど、これもアルミなんですよ。でアルミの特徴というのはやっぱり軽いということが一番あると思いますので、やり方によってはアルミというのはこのように、ちょっと沈みかけちゃったな、水に浮きます。あ、
ちゃんと浮いてくれました、はい、水にね、こんな感じで浮くんですよ。まあ、なんでね、アルミ、確かに、水に行くよねっていうことなんですけども、自己調査報告書、しっかり読んでみてもらうと分かると思うんですけど、項目番号 2-4-4 に、海上浮遊残骸の揚集等っていう項目がありまして、浮遊残骸の揚集状況というのが書かれてるんですけども、まあ、要は、相模湾近辺で垂直安定板というものが、見つかったと。いうことなんですよ。で、発見したのは松雪という、海上自衛隊の護衛艦です、日航機が飛び立って相模湾上空を飛んだのは、まあ、大体、18時半ぐらいだとしますよね。発見された日時っていうのは8月13日、翌日ね、翌日の、18時55分頃であったと、調査報告書には書かれてるんですけども、ということは24時間経過してるんですよ。まあ、こんな感じね、えちらおちら、松行が来ました。松行がこの、垂直尾翼の残骸っていうのを発見して、引き上げて、で一旦どこに行ったかっていうと、この動きだけでも明らかにおかしいだろうと思うんですけども、まあ、それは置いといて、まあ、こういった感じの、水面だったら、もしかしたらね、やっぱりずっと24時間打てても、おかしくないのかもしれませんけど、そこは海ですからね、まあ、波とかがあるんですね。ジャブ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 って波とかがある中で24時間沈まないでいたんですよ。これどうなんですか。でさらに言えば、機体の一部は上空から落ちてきたんですよね。それで、まあ、船みたいな構造だったから確かに浮いたのかもしれませんけども、上空から落ちてきて、でさらにそこには波があって、そんな状況でいながら24時間海面に浮いてたって、こんなこと信じる人っているんですか。松雪の動きもちょっとおかしいんですよ。松雪は、一旦引き上げた尾翼の一部っていうのを千葉の館山港に持っていきます。で、館山港に持っていった後に、今度海上保安庁の秋月という船が、その一部を、受け取って、で横浜にある、新港埠頭というところに機体の一部を持ってきて陸揚げした。でそこには報道陣がいて、写真なんかが撮られて、それが新聞に掲載されたりしたわけです。では誰かこの中で松雪の船上でその機体の一部が映し出された写真なんかを見たことある人っているんですかね。それは、自衛隊のね、機密に当たることなので、写真なんかは撮れなくて、結局海上保安庁が陸揚げしたものを撮ったっていう話だけなのかもしれませんけども、でも誰一人松雪が引き上げた証拠を持っている人っていないんじゃないですかね。相模湾周囲の陸地に打ち上げられたっていうような部品なんかはあると思います。それは存在してると思いますけども、あの当時、行動で尾翼の一部が発見されたと、だから海底にも残骸がまだあるはずだと、思っている方が多いと思いますし、数年前に、報道で、海底にその部品らしきものが映ったっていうようなニュースが流れたと思いますけども、それに関しては渡辺健太郎さんのチャンネルの、エース田中さんが、スクープとして、報道していますが、それを発見した、会社ウィンディーネットワークさんですかね、そこは、自分らが潜った時にはもう何もなかったと思っていたのに、テレビの報道では、さも何かがあるように報道されていたっていう実態があるようですので、もうどう考えても相模湾の海底に機体の一部がまだ眠っているっていう可能性は限りなく低いと、我々は思っています。